次の写真をご覧いただこう。これは小学校で開かれた家庭科の授業を撮影した一枚であるという。この日、生徒たちは母親と共にクッキー作りをしていたというのだが、よくご覧いただきたい。画面左上、明かり取りの窓から覗く白い顔のようなものがご確認いただけるだろうか。目の大きな子供とおぼしき顔。クッキー作りを楽しむ生徒たちを羨ましげに見つめているかのようである。人の多く集まる場には霊も寄ってくると言われる。霊に見入られないよう気をつけていただきたい。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の女性が自宅の前で幼稚園に上がったばかりの幼い息子の姿を撮影した一枚であるという。よくご覧いただきたい。画面奥にある家の窓、そこにうっすらとだが女性とおぼしき上半身が映り込んでいることにお気づきになられただろうか。投稿者の女性はこの顔にまるで見覚えがないという。しかし投稿者の息子は幼い頃よく何もない空間を指さして笑うことがたびたびあったというのだが、まさか息子はこの女性をずっと見ていたのではないのだろうか。次の写真をご覧いただこう。これは小学校の修学旅行の際、宿泊先のホテルの前で撮影された一枚である。画面左上、柱の部分に巨大な顔のようなものが見える。これはこの土地をさまよう浮遊霊の姿であると思われる。子供たちに害はないが、手元には置いておかない方がいい写真だという。一刻も早く神社などに持って行き処分した方がいいだろう。次の写真は携帯電話で撮影された一枚である。町内で開かれた神輿の風景を撮影したものだという。画面中央を覆うようにして黄色っぽい光が広がっている。これはこの神輿に関係する例だという。神輿を担ぐ彼らに害はなく、むしろこの神輿の様子を見守っているものだという。ゴンドラのような乗り物に乗っている子供たちとその親。ご注目いただきたいのは画面中央やや下あたり。投稿者は壁に映り込んだ物体を霊の姿ではないかと指摘している。これを頭部、そしてこれを胴体部分だとしているが、胴体部分とおぼしき物体は左側に座っている女の子の下半身が反射したものに過ぎない。しかし頭部らしきこの不穏な物体は紛れもなく本当の霊の姿である。これはこの付近で今も眠っている方の霊である。よく見ると骸骨のようにも見えることから、遺体は頭に腐敗して白骨化していると思われる。そしておそらく誰もこの方の死に気づいていない。一刻も早く供養する必要があり、さもなければこの乗り物で近い将来に事故が起きる可能性がある。階段を駆け下りる女性を捉えたスナップ写真である。女性がかつて住んでいたアパートで撮影したのだそうである。
画面中央やや下あたり、右足の膝あたりにご注目いただきたい。ここにこちらを見つめる髪の長い女性の顔が見て取れる。これはこのアパートに住み着いている霊である。投稿者の話では、友人であるこの女性が部屋で寝ていると夜な夜な階段を駆け上がる音が聞こえてくるということがしばしばあった。ある日、恐る恐るドアを開けると女性の幽霊が立っていた。後日、投稿者がこの写真を見せたところ、この霊と姿形が酷似しており、彼女は戦慄を覚え言葉を失ったという。それから間もなく彼女はこのアパートを引き払ったそうである。動物園での一コマ、キリンに餌を与えている子供たちとその父親。写真を撮ったのは投稿者である母親だそうである。この写真には全体を紐のような赤い物体が覆っている。結論から言うと、これは動物霊である。そしてこれは動物園にいる霊ではなく、写真を撮った投稿者に取り付いている蛇の霊である。白い蛇は古くから幸運の象徴として知られているが、この霊体は赤みを帯びていることから危険な霊であることがうかがえる。投稿者に危害が及ぶ可能性が高いため、この写真を持ってお祓いに行くことをお勧めしておく。とある風光明媚な観光地で撮られた地蔵の写真。何気なく撮った写真の中に全体をもやが覆ったこの写真を見つけたのだそうである。この日霧は出ていなかったと投稿者は言う。一見平凡な写真であるため気づきにくいが、ここにはメッセージのようなものが確認できる。画面左側のもやをなぞると、そこには筆で書かれたような絶の文字が浮かんでくる。さらに画面中央の木の下に目を移すと、女性とおぼしき霊が見える。絶の文字とこの女性の霊との関連を見出すことは難しい。しかし強い念を放っていることは間違いない。何かしら良くないことが起こる前にこの写真を処分しておくことが正しい判断だと思われる。次の写真をご覧いただこう。これは投稿者の男性が大学の友人たちと遊びに行った帰りに撮影したものだという。楽しげに写真に写る友人たち、しかしその中に不可解なものが写り込んでしまった。よくご覧いただきたい。友人たちの背後に電車が見えるが、その手前、電車の窓を覗いているかのような不可解な男性の後ろ姿があるのをご確認いただけるだろうか。それはスーツ姿の男性のようでもあるが、明らかに体が透けており、下半身が消えている。写真奥の駅では稀に投身自殺を図る者がいるそうだが、
もしかしたらこの駅付近で自殺した者の霊がさまよっているのかもしれない。